あれ納屋だよね。納屋は無事だったけど、その横にあったなんか小さい小屋っぽいのが潰れちゃったってことか。実はこんな近いところだったからね。あ、島谷さんがもしかしたらその時の赤ちゃんで、なんか飾りを持ってるとかそういうオチになったりするのかな。間に合ってるこれ。砂嵐進んでる、進んでるっぽい演出を見ておきな、見せておきながら全然進んでないっていうゲームグラフィックスのなんか、ね、シャワー浴びたいな。よし、じゃあ戻ろう。ポールたちもう帰ってきてんだ。ポールちゃん、ポール何があったの。リッツォがマッピルマンに現れた。原因のポールが襲われて。車取ってこい。原因はもしかして、さっさとかかれ、さっさとかかれ、この野郎。エンジンが、ジェイ、エンジンがかからない。霊が戻ってきてみたい。家の中に入ろう。そんなの意味ないよ。他にどうすりゃいい。言っただろ、霊魂とは戦えないんだ。私なら戦える。やってやるよ。企業秘密を教えて差し上げましょう。あ、持ってる。やっぱりあの時の赤ちゃんなんだ。引き裂かれてる。あ、どうだろう。どうしたらいい。戦えない、無理だよね。なんかできることは、外にいるってことはなんか外にいるんだよね。あ、外にいるって言ったら外にいるんだけど、あ、そうじゃなくて、なんか車乗れたりとかしない。こっちに向かってったらなんかできることだ。とりあえず家の中に入った方がいいのかな。あ、とりあえず家の中に入るっぽいな。じゃあちょっと郷に入れば郷に従えで家に入る。あ、違う、なんかある。違うな、何もできない。あ、すごいカメラがなんか勝手にぐじゃぐじゃ動く。違う、どこ行きたいの。とりあえず中に入る。中に入って、あ、島谷さん、ちょっとそれちょうだい。そう、これこの護風壁がないと、うん、そうだよね、やっぱり赤ん坊にかかっていたやつ。母がくれたのよ。喋った。祖母がしたように、それにこれもくれた。やっぱりあの時の赤ん坊なんだ、島谷さんが。5つ目の護風、これがあれば助かるんじゃないか、もしかして。これがバラバラになっていたから、こう守護霊が守れなくなっちゃったっていうあれだったのかな。よし、これがあれば無敵やね。いけ、進化を発揮する瞬間。全ての始まり、注意してみないと。隅々まで覚えてる。なかなか厳しいね。薪の組み方まで覚えなきゃいけなかった。十字架に人の足が生えたみたいな、そういう現象ができないといけないの。そもそもこれなんでそのエリーゼだっけ、生み出したんだろうな。なんでそんなことしたの。島谷さん、なんでそんなことしたか分かります？覚えてます？あなたの先祖が生み出した、エイズを召喚した、我を忘れ、侵略者たちを憎み、そういうことね。精霊を呼び出し、敵を殺し、復讐を果たしたが、抑えることができずに自分たちもやられちゃったと。満たされず、血を欲してあのエイズが戻ってきた。我らの命を奪い、そういうことね。なるほど。あなたの先祖が何ヶ月かいなくなるってことは、血が満たされている状態だからってことなのかな。過ちを知り、はい、己のもたらした悪魔から我らを守るために戻ってきた。そういうことか。霊体を連れてくることができたなら、うん、あの世に送り返す方法もあるはず。彼らは儀式を行って道を開いた。まさかあそこまでまだ戻らなくちゃいけない。呪文なら今も覚えているが、儀式は遠い昔に失われてしまった。え、すごいね、赤ちゃんだったんでしょ当時。私よう覚えてんな。儀式をこの目で見たんです。準備するから呪文を唱えてくれませんか。
急いで。わかった。急ごう。やつが来る。そうだよね。で普段どこをさまよってんだろうね、そんな。えぐいえぐい。どこで何をしたらいい？炎。で、炎。家の前に火を焚かないと。よし。とりあえず、あの丸太ごと行こう。ほい。あ、そっち、優しいね。で、どこで火を焚く？何か火をつけるものは。よしよしよし。灯油をぶんまこう。ガソリンだとやりすぎちゃうから、灯油で。大丈夫かな、ポール。大丈夫。しょ。そう、なんか勢いよく燃え上がりそう。ジョディ、何なんだ。大丈夫、私に任せて。中に入るんだ、嵐が来るぞ。邪魔をするな、ジー。シマサギ、喋った。喋ったのか。今そんなことをどうでもいいで。シンボルを書く棒を探しなさい。わかった。それ分かってるんだったらなんで今まで教えなかったんだろうね。とりあえずサークル書きます。でその中にどういうあれを書くのか。あ、これはね、1番ですよ。覚えてた。これ間違ってたら多分みんな死んじゃうんだろうな。できた。次は5分。1個ずつ。どこに立っていたか思い出さないと。やばい、そこまで覚えてないぞ。ああ、勝手にここはやってくれるんだ。それぞれの先にいるはずだよね、それは。これで完璧。さすが CIA、 俺は覚えてなかった。みんな今からそれぞれ僕のところに立って、それぞれの僕に一つ魂が必要なの。ポールはもう連れてこれる。ポールが足りないよね。4人しかいない。僕は5個、意識には5人の魂が必要なの。ここでエイデンは無理かな。女のどうかしてるぞ。今すぐ中に入らないとみんな死んじまう。いや、信じて、とりあえず。そう。どうしたらいい。さあ、もう一人必要なのに。そういうことか。そうだよ。やった。やっぱりエイデンだね。エイデンがなんとかなった。企業秘密ばらしちゃったけど大丈夫。島谷、さあ呪文を唱えて。すごいね、よう覚えてんな。すごいシュールなシーンなのに、なんかちょっとダメだね、こういうの慣れないな。おお、すごい。道が開いた、ジョーディ、やった。お、やったぞ。ここにそのエイツを戻すってことかな。あ、吸い込まれる。あ、大丈夫、今ステコで撃たなかった。あー、で、ここで守護霊たちが戻ってきた。戻れ、帰れ。頭を傷したか。でもこれ起きた時にはもういなくなってるんだな。あー、で、これであれか、守護霊たちが戻る。おお、戻ってった。エイデン、彼らを助けて。彼らを助けるにはどうしたらいい。こっちか、こうか、こうか。オッケー。もう一回ダメージ。これで抑え込め。よし。これで抑え込めてる。よし。これがなんかうまくいってるのかどうかよくわかんないんだよね。うまくいってんのか、これ抑え、助けられてない、もしかして。めっちゃ長押ししてるけどダメなのか。これダメ。あ、そういうことか。離して戻さなくちゃいけなかった。おお、なんとか戻ってった。大変長らくお待たせしました。抑え込むだけじゃなくて引っ張ってピョンってやらなくちゃいけなかったんだな。いやー、長く戦いの歴史もこれで幕を下ろしたってところか。これで平和な日常が戻ってくるね。で、結局お前一体何者なんだっていう感じになりそうだけど、大丈夫かな。
が私の企業秘密。そんな女でもついてこれる？大丈夫、ちょっと力を使い果たしただけだから。で、シマサニー！ジョディもシマサニーもやられちゃったオチかよ。で、この一件があって、ジョディ、お前さえよければここにずっといてくれないかみたいなオチになるけど、でも私行かなきゃみたいなね感じになる。ああ、普通に起きてる。今から行く場所によそ者が来るのは初めてだ。何百年もの間そこに部族の死者を埋めてきた。ああ、シマサニーを埋めるってことね。とても神聖な土地だ。力を使い果たしたのか。あ、後ろにあれだね、シマサニーのあの 赤ちゃんのそのあれがあるね。頭に巻いてるのがなんかちょっとおしゃれだね。すごいな、本当に。インディ・ジョーンズくらいでしか見たことない感じの世界観。まあ、多分他にもいろいろあるんだろうけど。おしゃれ。あ、もう先客がいるね。じゃあ進んでいきましょう。おとなしく待っててね。ああ、なるほど。これもう一緒に送ってあげるってことね。これでもその祖母がそうしてくれたようにねって言ってるってことは、一緒にじゃない、その次の代ポール・ジェイとかに渡さなくていいのかな。まあいいとかだったらいいんだけどね。代々受け継いでいかれるものじゃないのかなとは思ったんだけど、これでポールは無事だったのかな。まだ寝てるのかな、ポールは。さすがにあんだけ腹の傷えぐられてね、すぐに動けるような体にはならないわな。え、まさかだけどポールも一緒に埋まるとか、埋まって出ますとか、そういうオチはないよね。シマサニだけだよね。違うわ。ええ、ちょっと待って、嘘。え、二人とも、そういうことか。それでじゃあこの場所を引き払って二人は街に出ていくと同時に、ジョディも次の展開に進んでいくっていうことなのかな。マジか。うわ、ポールまでっていうのはちょっと。これはあなたの先祖の骨。きっと仲間と一緒に埋められたいと思っていたはず。うん。うわー、ちょっとそれは予想外のオチでした。必ずこの系統のゲームは重い結末を持ってきますな。じゃあ埋めていくぞ。だって同時にさ、祖父と父親なく、じゃあ祖父じゃねえや、祖母と父親なくすんでしょ。ちょっと耐えられないな。ポールを救えたはず。そうだよね。それなのに。あ、お前のせいじゃない。そういうことか。ポールを、親父は島さにと先祖と一緒にいる。ポールを救っ助けてから、なんか止血か何か作業してから、あの儀式に入るっていう選択肢もあったかもしれないってことか。うわー、やっちまった。そういうことか。いやー、ねー、本当にご冥福をお祈りします。だね、毎晩襲ってくるその根本的なものの解決を。あ、先祖だ。え、先祖に挨拶しに行くの。了解、行きましょう。あんたらがもっとね、しっかりとしてくれてさえいれば、二人はまだこんな
早くになくなることはなかったのに。あ、ちょ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 、もう一回チャレンジ。急に QT だもんな。おいでおいでって誘われてる。これを誰も気にしないっていうね、どこ行くんだって声をかけてくれないんだもんね。しょ、マッチの火でそんなわかるか、明るさ燃えない。あー、なんか壁にいろいろ書いてあるね。なんかあった。これなんだ、全然火が燃えつか、実はエイデンの正体はこれだったとか。悪霊なのか、エイデンの正体。また後ろに立ってない？あの亡霊。大丈夫？あ、終わった。で、結局、あの二人とはどういう別れをしたのかっていうとこまで描かれない。もう決めたのか。ああ、決めた決めた。行くんだろ？やらなきゃいけないことがあるの。自分の過去と。なるほど。このエイデンとの正体を確かめるためにやっぱり出ていかなくちゃいけない。君には俺たち全員が本当に世話になった。いや、逆にあそこで助けてくれたからこそだよね。本当もし行き詰まることがあれば感謝だよね。帰ってこい。ああ、とどまるんだやっぱり。自分の家だと思って。マジで？すごいありがたいよね。人って変わるよね、やっぱり接し方自体でね。君のことは好きだったんだよ。寂しくなるよ。こっちも。私も絶対忘れないよ。ありがとう。兄、複雑な気持ち。俺も好きになってきたんだけどな。アシュキーが悲しがるな。ああ、そうだね、アシュキーが一番悲しいだろうな。いつか愛に戻ってくる。戻ってくるのがおつ…あ、ここで差をつけるのはよろしくないから抱きしめるだけにしとこう。ありがとう。あ、お胸にチュッチュした。出会いがいつか別れがあるから…あ、使っていいの？まさか歩いていくつもりなの？マジで？バイク乗り回す…あ、でもなんかちょっと…時間かかったが走るようにはなった。2キロくらい進んだらまたエンストしそうな感じのバイクだけどいいのかな。せめてもの気持ちだ。いや、これに関してはね、返しに来る口実をね、ここで作ったと思っていいと思うよ。じゃあ行こうか。行け。じゃあまたこいつを返しに来るよ、いつか。あれー、実はポールと島サニが生きていたのか、それともあの兄弟2人が実は幽霊だったのか。あれ、あ、バイクを修理できたんだ。なるほどね。エイデンを使って家を探索した。結構探索するんだね、やっぱみんなね。あ、やっぱりだ、ポール救えたんだ。右かー、やっちまったー。いや、連続してこれ今撮ってるけど、約90分間撮ってます。本当に。パート多分3つか4つくらいに分けると思いますが、はい。超長いパートをね、ちょっと筆頭量で今、かなりやりきった感はあります。ということでね、こんだけ長いパートが続いたからには、次回またすごい面白い展開を迎えていくのではないかなというふうに思います。ということでね、本パートもご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。